北朝鮮の弾道ミサイルの発射を受けて、アメリカの国防総省は国連の安保理決議に違反していると批判しました。国防総省の報道官は、弾道ミサイル技術の使用は国連の安保理決議に違反しているとして、北朝鮮による弾道ミサイルの発射を批判しました。その上で北朝鮮に対し、地域の緊張をさらに高める行動を慎むとともに、国際的な義務を満たすために具体的な措置を取るよう改めて求めました。また国務省は、朝鮮半島の状況を注視しているという声明を出し、改めて北朝鮮を牽制しました。